おはようございます、今日は4月19日ですね。気温が 19.2、室温が 20.6、湿度が8、外が 84% で、室内が 47% ですね。こんな感じであります。まあ今日も今日とて、39センチの縦露紙を使ってコーヒー立てるんですけど、今日の格言、今、凝ってるのがあれなんですね、人工知能なんですね。人工知能、これ結構面白いんですね。今日の格言、使っていくとおもちゃの特性が見えてくる。まあ人工知能の、特性が見えてくるなというのがあって、まあ当然僕はコーヒー屋なんで、コーヒーに関することを質問するっていうのをやるんですけど、当然向こうは、元が英語なんですよね。だからデータとしては多分英語のデータが基本となってると思うんですけど、そうすると英語圏の、コーヒー事情で大体、答えが返ってくるんだろうなというのはやってて思いました。で、当然ですけど、まあ向こうは学習していくわけなんで、ちょっとこれは面白いなと思って、今、やってみたいのが、同じ質問を1週間に1回ずつしていこうかと思ってるんですね。つまりどういうことかというと、1週間でどのぐらい、その人工知能が学習したか、コーヒーに関することを学習したかをちょっと調べていきたいような気がしたんですね。で、このコーヒーでもあまりにも常識的なことだと多分変わっていかないと思うんですよね。で、変わっていかないっていうのはどういうことかっていうと、質問をしたとしても、同じニュアンスの答えが出てきてしまう可能性があると思うんですけど、それが例えばちょっと珍しい質問ですよね。だから今うちが質問しているのは、コーヒーの蒸らしの時間を3分以上にするとどういうことが起きますかみたいな、確かそんなような質問を、設けて、それを質問するように、考えてるんですね。これなんでかっていうと、もともと1回、実験的に蒸らしに関することを質問したわけですよ。そうすると、人工知能は普通の常識的な、30秒ぐらいの、25秒とか何秒、ぐらい蒸らしをするといいですよっていうような、答えが返ってきたわけなんですね。で、どちらかというと常識的な答えなんで、まずはとりあえず、真ん中に入社します。で、落ち始めたら周りに行きますね。3分間蒸らします。
い、ちょうど真島君が今日はお休みという連絡が入りましたが、まあ、仕方ないですね。今どこまで、人工知能で、同じ質問っていうものなんですけど、これが面白いことに、ちょっといろいろとごちゃごちゃとこうコーヒーに関するこう、まあ、ある意味質問だけじゃなくて、まあこういうことが起きるとか、まあ、いろいろと、人工知能に対して、まあ、入れ字をこうするわけですよ。僕の、まあね、まあ、なんつうんですかね、この一応コーヒーの、まあ、コーヒー屋なんで、まあ、持ってる知識を、こうこうこうやるとこういうことが起きますよみたいなことをこう結構入れ知恵していくんですね。そうするとですね、人工知能はやっぱ学ぶっぽいんですよね。だから同じ質問をこう例えば次に投げかけた時に違う答えがやっぱ出てくるわけですよ。だから多分いろいろとそういういろいろなものを学習して、まあ、答えが変わってくるんだろうなというのがあるんで、だから、ある意味こう1週間に1回ずつ同じ質問をしていくとどういうふうに答えが変化していくかというのがちょっと興味あるんですね。まあ例えば実際にまあ一応松屋式を教えてくださいみたいな質問をすると、残念ながら松屋式というのを人工知能知らないんですね。だから松屋という牛丼屋さんとかなんかがまあやってるマニュアルみたいなものですかね、そういうので、そのコーヒーの入れ方が出てきたりとかなんかするわけですけど、それってまあある意味アメリカの方では当然松屋式なんか、まあ、存在しないから、まあ、答えが出てこなくてまあ当たり前なんだろうなとは思いますけど、これがちょっと、一生懸命いろいろと情報をどんどん僕らが流していくと、そうするとそれをまあ、人工知能も学習していくのかなと、そうすると、答えがだんだん変化していくのかなとかいうのがちょっと興味ありますよね。なんか人工知能を育てるみたいで結構楽しい感じがしますね。39センチの縦押しのガス抜きって結構スムーズにいくような気がするんですよね。39センチの縦漆使ってて、ガスがこう抜けない場所があんまりなさそうな気がするんですよね。コーヒー入れてて違和感もないですしね、それで、AI の方できる限りこう例えば、今こうコーヒーに関する格言みたいなのをいろいろこう、考え
るわけですけど、だからその格言を AI に、ぶち込んでこれは正しいですかとか言って、聞くと結構それが褒めてもらえたりだとかなんかもあって結構面白いんですよね。だから今人工知能ってなんか物騒だなっていうのもあるでしょうけど、まあただ僕らみたいな一般の人間は面白がって遊べるものかなという気がしますよね。特にもうなんかコーヒー屋なんでコーヒーに特化したことをどん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 こう聞いていくっていうことを作業をやっていくと、例えば多くの人がそういう作業をやっていくことによって多分人工知能の方って、どんどん賢くなっていくような気がするんですね。一番には当然英語で、作られているものなので得意なのは向こう人工知能的には英語なんですよね。日本語は苦手なんで英語に、例えば僕が質問することに対して英語に翻訳して、その英語に翻訳した質問に対して英語で答えて、それを日本語に翻訳して英語のディスプレイの方に出してくるということをやってると思うんですけど、その時にこっちの質問が英語になりきらん時が結構あって、ものは試しに、僕が例えば、三河弁だと思うんですけど、もだことという言葉を、もだことって言って何のことはないんですよね。遊び事っていうか、なんかをこうおもちゃにするみたいなもだことっていうんですけど、その言葉の意味を教えてくださいって言ったら全然違うことを答えてきたのは、多分、AI は三河弁を知らなかったと思うんですよ。だから結局、AI にまだまだ三河弁は普及していない、という感じだと思うんですよね。例えばもしも、今、大河ドラマでやってるどうする家康が、結構 AI の方にまで情報が流れていくと三河弁が知識としてできてきて、三河弁を質問すると、これの意味をって言うと、返ってくるかもしれないですよね。結構そういう風で言うと面白いかなみたいな気がします。はい、コーヒーは普通に立ててあります。だんだんこの39センチの縦ロシ、慣れてきた感じがしますね。ちなみに今日オークションが最終日です。で、このコーヒーの、ペーパーがどういう状況かというのを疑うときってどういうふうに疑うかというとですね、例えば蒸らしで、蒸れてない場所ができると何が起きるかというと、ここの、紙の色がですね、濃い紙の色の部分ができたりとかするんですよね。特に松屋式みたいに粉を動かさない技法の場合は、それが顕著に現れる。つまりお湯の通りが悪かった部分と、お湯の通りが良かった部分っていうのが顕著に現れてですね、色が残る、黒っぽく、残る部分とそうでない、部分と分かれるわけですね。そうすると黒っぽいところっていうのは結局お湯が洗ってない状態、つまりお湯が通ってない状態っていうのが、見えるので、ペーパーをこうチェックすると大体分かるというのがあるんですけどね。今の感じだと、それがないですね。
均等にお湯が通ったってことになると思います。はい、ということで、人工知能、あのチャットなんとかかんとかってやつね、あれは面白いので、はい、みんなで遊びましょうという感じでございます。ということで、今日はここまでします。